コテハンつけというコテハンを。コテハンをつけておいてくださいね。こんにちは。まあそんな長くはできないですけど、久しぶりちょっと上げてみましたんで、まあ、ちょっとね、メンバーも様変わりしてるかもしれない。クルーズ来た。はい、こんにちは、クルーズの皆さん。こんにちは。ね。こんにちは。誰がハゲやねん、誰が。ウーパールーパー、ウーパールーパー。ウーパールーパー、ウーパールーパー。ウーパールーパーやっちゅうて。ウーパールーパー知らんのかな、ね、アホ通るやん、アホ通るやん、アホ通る。学術名アホ通るやん、うん。はい。ということでね。はい。久しぶりに来て。はい。コテハンつけといてね、コテハン。コテハンつけといてね。コテハンないとね、もうバンバン NG 入っちゃいますから、気をつけてくださいよ。皆さん、久しぶりです。まあ、喋るの久しぶりなんでね。ということで。どんだけの人が来るんかな。天ぷらにして。大阪でね、食べれますよ、大阪で。ウーパールーパー。今の食用のウーパールーパーですけどね。日清焼きそばに CM、ああ、懐かしいな。それを、それ、あの時に食べるなんて誰も思ってなかったのに、食べようっていう話ですからね。まあ、そんなところで、皆さん、こんばんは。人類呼ぶ。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、謎や疑問を解明する人類呼ぶ。この時間に、司会が私、人類呼ぶ、ジュグジュグ、よろしくお願いします。いた、ポキー、歌います。はい。ということで、あと5秒以内に、あれですよ、コテハンついてない人は、NG 入っちゃいますからね、はよ書いてくださいよ。なんか最近、誰も、コテハンつけなくなってきたんでね。はい。よろしいですか。まあね、結構様変わりっていうかね、ちょっといろいろあって、コミュの人の人数も増えたんで、この放送が何の放送かわからん人も結構増えてきてると思うので、この辺はちょっと喋っておかなくちゃいけないな、っていうことでした。金曜日の晩にゲーゲーシーに行くの、もうゲーゲーシーって何？金曜の晩？土曜ちゃうの？南港放送見ました。あ、土曜日やで。金曜日何の放送したっけ？金曜日は煽るだけ煽って喧嘩した放送やったやろ？ちゃうかったっけ？全然覚えてない。まあ。面白かった。南港放送面白かったですか？南港放送はね、また後でね、録画しないとね、あれなんですよ、タイムシフト消えてしまうんで、で、携帯からやってるんでね、誰が喋ってるか全然わかんないから、誰が喋ってたか全然確認してないんで、ちょっと確認がてらね、録画しながら保存しようと思ってるんで、結構な量ね、また放送してたからね、あれもね、30分かける7本ぐらいやってたからね。まあ途中でちょっとごめんなさい、切れたりもしたんやけどね。まあそんなところ、南港行きました。だからああいう南港ね、何回も言うけど南港のあんな状況の中でね、大阪がね、過疎化してるから、これ問題だっちゅう話の放送です。男二人で鶴瓶うんね、はい、深夜徘徊面白い。あ、そうですか。またあれね、リュウジさんっていう最近よくちょっとお手伝いいただいてる方、ここでもコメント書いてくださってる方ですけどね、でちょっとお手伝いしてくれてるんで、ああいう時間に
南港とか、だからまたこれからね、いろいろあれば行きたいですけど、まあまあちょっとね、都合があるんでね、僕だけの何かで行けるとかではないので、まあまあ、いろいろと。3時間ぐらい。もっとやってたよ。車載配信も含めたらもっとやってるからね。下の人類予備校ゼミナールに行くと、車載配信の動画を上げれてるんで、車載配信プラス南港で喋って、南港で都構想について喋っている放送含めて、結構な時間、4時間ぐらいかな。結構長い時間やってる。老人ホームの事故がだんだん可能性が出てきたぞ。何の可能性？何の可能性ですか？難航最後に行ったんが6年前で、その時も人、6年前でしょ。だから、あそこがね、賑わってたのってね、今から言うとね、もう20年前なんですよ、実は。人でひしめき合ってたの。ゴールデンタイムぐらい。今の時間、昔はね、後ろにあった WTC のところに飲食店がいっぱい入ってて、んで、結構ね、飲食店とか入ってて、わーってなって、あ、これから大阪盛り上がるわ、言うてたらね、だんだん人いかんようになって、飲食店なんか、もうボロボロ撤退していって、なくなっていくっていうね。まあ、そんなことですけれども。最後は、市区長は居住地かく乱作戦。車載配信。そう、車からの放送です。新興県のからくり話で連立与党批判しちゃったから、バレたらやばい。ああ、新興県、プレミアム庶民権。12年前にフリマム行ったで、その時はまだ一言った。そう。だから、ピークは20年前かな。で、12年ぐらい前が多分そういう、まあちょっとそんなことばっかりやっててもあれなんで、つって、お風呂にいて娘も講義を聞いてますんで、ああ、そう。ああ、明日お子さん来るの？車のやつ、そう。で、iPhone からね、だからね、iPhone からね、今ものすごくいい車載配信、iPhone1 個であれだけの車載配信ができるんですよ。昔、車載配信しようと思ったら、ものすごく電波の加減とかね、いろいろやらなかったらできなかったのに、今ね、あれですよ、もう iPhone1 本であれだけの車載配信ができるっていうすごい時代ね。画質もそんなに悪くないし、昔は画質を良くしたらカコカコ放送になってたんですよ。それはまあ、ぬるぬる放送っていうのは、もうずっと道も動いてる放送とかね、なってたでしょ。あとね、この前のリュウさんと二人で言ってた、携帯固定できるものなんかないと、パタパタ倒れるねって話してて、まあ、固定できるもんがあったらね、楽なんですが、あれ持ってたりしてたんで、ちょっとそれがしんどかった。例えば、軽減税率の適用の方、財務案に連立与党が難癖つけても、まあ、そうなんですかね。天神橋筋商店街を外配信。ああ、またね。天神橋筋商店街ね。また機会が見たら、考えます。安倍のハルカス。安倍のの前は行ったんやけどね。まあ、また、